Dobar dan. Danas ću da odgovorim na pitanje koje sam dobio od moj prijatelj Srbin. I ovo je pitanje. Ako možemo da idemo u Japan, ali samo u jedan grad, u koji grad da idemo? Šta vi mislite? Ja mislim da to je teško pitanje. Znači, ako možete da idete samo u jedan grad u Japan, koji grad je najbolji? Mislim da to zavisi od hobi ili interesovanje od ta osoba. Naprimjer, ako volite japanski anime ili manga, onda možete da idete u Tokio. Tokio, zato što tamo ima često イベントイリオクオクプラニェオクプラニェナトテムイリボンジェテダイレテウメストコエウタイマンガイリアニメイリアコホテテダウジバテイオドマラテミスイムダ沖縄沖縄へスーペルイリアコホテテダウジバテウプリロダプリロダ今度はもう一度北海道あり、ミスリムだ今ラズのミッシェネあり、ナイチェスチェいえ、もう一度東京入り京都覚えサムマイミッシェネあり、アコプリプト入れてウヤパン今度はもう一度ナイボレいえ、だ入れて京都ラズログへだとしと京都ナイビシェイズグレダバシヤパンスキバシヤパンスキイミセミダスビーマユイストスリークヤパーナカオトラディチアイリクルトゥーライトセナイビシェビディ京都イナチェ京都エビオグラブニグラントヤパーナオドセダムストデベデセットチェテリゴディネドヒラダオサムストシェセセットデベットゴディネイムノゴヤパンスカトラディチアイクルトゥーライエナスタロナスタル京都ウトムペリオドイカテポチェオカテポチェオエドペリオドウヒラダイシェストトゥリゴディニオンダイエグラブニグラッドポスターオトキオエドトキオイアリアリクルツルニグラブニグラッドイエイダーレビオ京都リスト京都イマムノゴイストリスケツグラデイムノゴポズナティイストリスケリチノスティスイズ京都イスト今ムノゴザスティチェニザスティチェニスポミニチイクルトゥーラクルトゥーラ今ターモイザトミスミザ京都イエモジャンナイバジニトラジナルにグラブにグラッドヤパンアリナラブのナラブの東京へイストヤコレグラッド今ポセブのアトモスフェルアトラクティバングラッドいい文字だラコスベアだ首ていいビディテアリ京都今ナイビシェトラディショナルのいいバシアパンスクアトモスフェールチャオビディモセストラ